して、林さん、この間のレーザーのやつね、レーザーコーチやった時の昨日か、はい、宮下教祖、小暮新教祖、ピンタイプはフェイスを開閉ってよく聞きますが、レーザーコーチは マレットタイプの練習器具になるのでしょうか。お前パターンの全部答えろ。だって俺レーザーがまっすぐまっすぐにカップに向く向きしてないんだもん、俺自体がしてないもんね。だからあれ別にあれ、あそうなんだ、自分のフェーズ面はまっすぐ動かしてないんだ、だからまっすぐ動かそうと思ってないよね。だから多分調子悪くなったらあれで素振りはすると思う。形好きだからね、あの分かりやすいからね、線が出てる、ね、だからちょっとおかしいなと思って多分素振りはすると思うけど、あれで線を意識してボールなく俺打てないわ。俺ボール見て打つタイプだし、うん、あれさ、小暮のフェイスバランスでしょ、センターはあの、うん、シャフトで、うん、でも小暮の動き的にはちょっと扇形の動きじゃん、僕はね、うん、あれを意識してああいう動きにしてる。知らない、だってあの打ちたい気持ちよく振ってるだけ。気持ちよくやってるのがああいうたまたま扇形の動きなんだ。だってまっすぐまっすぐって無理だよ、基本的に無理無理だよ、うん、だから感覚的に、僕の感覚で言うとまっすぐまっすぐってだってショットだとこう回転するわけだから、まあショットはね、ショットはだって円運動だから分かるんだよ。 いくらパターがさ、フェースバランスが何だろうかって好きなように打ちゃいいじゃんって話。いやまあそれは究極言ったらそれはそれは人それぞれ打てって言うんだけど、いや違う、世間一般言われてるのが要はフェイスバランスっていうのは平行運動しやすいパターンじゃない、うん、そう。でも小暮のやつ昨日見てたら平行運動じゃなかったから、うん、そうでもいつもコースでもああやって打ってるのかなと思った、うん、そうです。でだからこのライン、俺初めて俺あのレーザーやったじゃないですか、うん、で自分のレーザーをこうやった瞬間にこういう感覚だもん。もう一回やって。だから初めてレーザーやったときはま、うん、っすぐっつったらこうやってこう、僕はだから普通にこう打つタイプだから、これがもうこういう感覚だもん、いいと思ってた。あ、やっぱ違ったの。違った、僕ならあのレーザーだ、ね、これでまっすぐなんだ。いやそれは気になったんだ、うん、だからあれだけのパターそこ入れするタイプが、あのこうなんつうんだろう、こうあの本当の俺は振り子のイメージしかないわけ。だからまっすぐ上げてまっすぐ、もう常に平行、パターだけは平行運動だと思ってるから、あの円運動じゃなくてパターは。でもさ、フェンス面はこっち向いてるじゃん。何が？フェンス、僕のやつでまっすぐ向けたらこっち向いてるって。左に向いてるの見える。まあそれは見え方の違いだからいいんだけど、ただまっすぐまっすぐの平行運動のパターに関して俺の考えはね。だから限りなくもうこのレールと一緒よ。まあこれはあのフェイスバランスじゃないんですけど、これをこうやって引きたいわけ。こうやってこのことをこうやって引きたいわけ。でこういう動きをさせたい。ロングバットでも何でもショートバットでも。もうだからこういう動きを。いや分かりますよ。でも、うん、僕ちょっと画像で検証してみて思ったんですけど、うん、僕のフォローは何だっけ、僕の打ち方は。イメージではまっすぐまっすぐ打つと、うん、多分こうやってこうなんですよ。あのあれやったら、あのレーザーやったら、うん、こういう感じのレーザーなんですよ。まっすぐやったらね。そう、でもこれやるとフォローこうなっちゃうんですよ。上がっちゃうんですよ。でもロングパッドそうやってやって打ってんじゃん。それは知らない。お前ロングパッドウィーンってやってんじゃん。適当だもんロングパッド。感性とあれで適当にこう打つから。いやいやそんなんだったね。ウィーンってなってる、ウィーンってなってる。だから平行運動意識してんだろ、それは。知らない。でもショートパットはフォロー低くっていう感じでこう打つから。いや分かった。でこう、でもね、思ったんですよ。僕こうフォローでちょっとこうなるって言ったじゃないですか、うん、左行ってたもんね。行くって言ってたじゃないですか、うん、でも左行くっていうか線が左向くって言ってたじゃないですか、うん、でも俺ここにあるけど、うん、線はまっすぐでした。こうはなってないから。ああ、分かる分かる。僕の、あの、なんだっけ、線がまっすぐ向いたまま、こうなってる。
でまっすぐ向いてるから線がね、うん、だから線がこうはなってないから、あ、左には向いてない、向いてないですよ。だから別にいいかなと思って、結論はまっすぐまっすぐって、でも平行運動の意識はないわけね、うん、でもすっげえそれがすっげえ気になったわけ。あ、俺は全然あんだけのフェイスバランスで、うん、まっすぐまっすぐのはずな、俺のイメージではもう、うん、パターだけは平行運動だと思ってたからまっすぐなんだろうなと思ったら扇形になってたから、これ、うん、扇形はピンタイプだなと思ってたのね、うん、ずっと、うん、あの藤田選手とかのイメージみたいに、うん、だからあの打ち方を、うん、国連のマレ、センターシャフトでやってたから、うん、えっと思ったわけ、うん、そんなこと言ったらね、僕はあれがまっすぐだと思ってるあ、そうなんだ、そうだから、まあ、こうやってこういう動きでしょ、うん、ちょっと強いな、じゃあ極端やろうか、極端にやると、極端にやるとこうか、全然こういう動きですよ。まあそれは人それぞれのあれだよね、動きだよね、うんうん、感性だからまあいいんだろうけど、だからあのレーザーの動きだと、うん、こうだろう、え、こうじゃないですか。いや、パターはでもね、はーい、なんか汚れて、何、俺のまっすぐまっすぐじゃねえんだっていうの気になっちゃった気になっちゃったどこまで話しましたっけ、え、いや、どこまで話したか知らない、ジャンボさんに怒れちゃったから、え、いや、だからまっすぐまっすぐでしょ、まっすぐまっすぐ、何の話からそんな話になったの、ちょっとやめてくださいよ、急に、だから急に再生しないでくださいよ。あ、マレットタイプの練習器具なのですかって、レーザーのやつはね、あの、ちょっと、そっか、僕、パターに関してはお前トリッキーだよ、うん、トリッキーです、俺よりトリッキーだと思う。いや、宮下さん、じゃあさ、宮下さんそんなこと言ったらさ、まっすぐ上げれば入るっていう考えるでしょ、うんうん、じゃあさ、フックライン、ロープにどこに上げるの。いや、フックラインもスライスラインも一緒、ただそこにフェイスまっすぐ向けれれば、要は例えば右ワンボールだとするよ、うん、ワンボールにまっすぐ構えられてまっすぐ向けたら、いやいや、そんなフックラインじゃない、ワンボールとかそんなね、こんな軽いフックラインじゃない、ちょっとバンク系のフックは、もう俺はもう、でもそう言われちゃうとあれだけど、もうあの感性だから、それ、いやだからさ、打ち出しをこのくらいだなっていう感じで打つ、ただ引っ掛けるのが嫌だからちょっと先で打つ、フックラインそれはね、フックラインをまっすぐ上げてそれ引っ掛けますよ、フックラインはちょっとインサイド上げないとそれ引っ掛けて乗るよ、だからフックラインを外に上げてるってことだからね、ライン上に上がってないってことだから、その時点で、いや外じゃないでしょ、まっすぐでしょ、だからフックラインっていうのはこういう弧を描くんだから、こう描い、こう描くラインがあるのにまっすぐってことはもうその時点で外だから、違う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 、本当に俺のイメージ全然違う、全然違う、なんで全然違う、もう全然違う、フックラインをまっすぐは、フックラインはインサイドだから全然違う、俺はもう全てにおいてまっすぐなの、俺の考え言うよもうここで言っとくよ、はっきりさせとくよ、何それ、例えばちょっと切ってるかどうか分かんないんだけど、じゃあちょっと何を、これは長尺よ、長尺ですよ、で例えばフックラインだと、まあ、横でいい、フックライン、あのカメラの方にも向かってフックラインだとするで、うんうん、例えば2メーターぐらい切れるフックライン、うん、俺の基本は、うん、今アンカリングしちゃうけど、うん、基本は、うん、こうなの、常にまっすぐまっすぐなの、まっすぐまっすぐ、まっすぐまっすぐがこれができて、うん、フックだったら、うん、例えば2メーター右に打たなきゃいけ、このぐらい切れるフックだったら、うんうんうん、2メーター向いてまっすぐまっすぐよ、うん、スライスだったら2メーターのスライスだったら2メーター左に向いてまっすぐまっすぐよ、うん、のイメージよ、これをフックラインだからインサイドに上げてとかは全然ない、うん、なんでそういうところで感性出さないの、だから平行運動だから感性いらないじゃん、距離感とかそういうのはいるけどだってここまでだからもうあんまり嫌なんだけど、うん、はいはいはい、だってここまで上げたら、じゃあ、あの平らなところはね、うんうん、ここまで上げたら何メーター、うん、っていうのももう出るわけじゃん、嘘、俺バックスイングで距離感なんか、俺はインパクトの強さで決めるタイプだからでしょ、いやだからその違いよ、うん、ラインの取り方の違い、うん、だからこういう人間もいるんだからお前がキャディやってる時にジャンボさんのと違う時があるわけじゃん、うん、いやあるあるある、ジャンボさんのイメージのこっちはコロンって入れたいのに、ここではいやもう内側で言ってくださいとか言ったらそれ合わないのと一緒で
フックだからインサイドからこうやって入れてくれとかいう感覚はないのよ、うん、常にフックだろうかスライスだろうか、まっすぐ俺の動きはまっすぐ、俺がこうなってるだけの話だろ。そしたらさ、フック強烈なフックラインの時にさ、うん、カップ見えなくなっちゃうじゃん、うん、だからまっすぐ上げることしか考えてないことはカップ見えなくなっちゃうじゃん、フックラインの時線抜けちゃうでしょ、こうやって。あ、こういうこと、こういうラインとか、カップ見えなくなっちゃうじゃん、マスターズの15番、ああいう感じの曲の言ったら、いや別にフィーリングは出てるじゃん、イメージが出てるじゃん、カップからこうやって線引っ張ってくれるじゃん、なんで。いや、そうなんだと思って。いや、だからその感覚はないのよ、うん、でも確かにこのまっすぐまっすぐやってる感覚がもしかしたら外なのかもしれない、うん、だからスライスラインが捕まえられてうまいのかもしれない。だから俺はそれで自己分析ね、自己分析ね、自己分析してきてんじゃないですか。俺は最後ぶっ込もうと思ったの。だからあのフックラインがちょっと苦手だっていうのはもしかしたらそれがあるかもしれない、うん、そうなんだ、そうなんだ、だから俺ヒットするの先っちょで打つわけだから、それをやめて。なんでそれをやめて。だから先っちょで打つとちょっとこうちょっと右に出てくれるから。違うの、なんでそこで最後にわけわかんない感性出すんですか。あ、そこまでさ人のことをまさまっすぐまっすぐなんで上げないなとか言ってさ。いや違う、で俺はあれはただ単に不思議に思ったの。いやいや、じゃあ僕からすればなんでそこまで精密にねまっすぐまっすぐやってんのに打つのは先なんですか。いや引っ掛けたくないっていう頭が。引っ掛けないってだから。いやそれは俺のトリッキーなとこなんだけど、それがね、うん、ただもう長尺なんていうのは、うん、フェイスバランスなんていうのはま、うん、っすぐ上げて下ろすじゃん、まっすぐ降りてくるじゃん、まあ、まあこれはフェイスバランスじゃないんだけど、まあね、こうやってやってまっすぐこうやって上げればま、うん、っすぐこうやって降りてくるじゃん、うんうん、そうですね、これのイメージだから俺パンカーの、うんうん、ね、それをこうやって動かすとここに視点ができるとかこの間言ってたけど、それだけのイメージ。今のパイマンの長尺の打ち方でしょ。上げたものはこうやって降りてくるだろ。長尺の打ち方やってください、今の。え、長尺の打ち方、こういうこと。これはしないんだけど。だから、まあね、その辺が多分違いだと思う、うん、俺とお前の考えの違い。まあね、だからもう本当に俺の究極は、うん、もうこうなってるものを上げたのをこういう感じ、うんうん、振り子、だから俺ロングパットするとき自分で言うじゃん、うんうん、カチってあるでしょ。まあね、あのメトロノームじゃなくて同じようにこういくわけでしょ、こうやってあれのイメージで、うん、あのロングパットはカチ、うん、カチってやろう、うん、で、あ、ちょっとインパクト弱いなと思ったら、はい、こうやってやったりとかその辺は感性出すわけ。まあまあね、うん、まあ、だからいや、あれですね、今回二通りの考えが出ましたね、パター。え、何？僕と宮下さんの二通りの考え。あ、考え、まあ考えっていうのかな、違う、上げ方が違うだけの話でしょ。まあ、だから俺はだから小暮はもう本当にこうレールあるじゃん、うん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 、鉄のさステンのさ、うん、練習器具あるじゃん、うん、あれで打ってもまっすぐまっすぐなのかなと思ったわけ、うん、でもあの練習器具やったら小暮まっすぐいかないよね。いや、そんなことないと思う、そんなことないと思う、知らないけど、やってみたことないけど、なんか動き的にはなんかピンタイプをこう藤田選手がこう、うんうんうん、こうやって打ってるイメージなの、扇形にこうなんかね、この藤田選手マット使っちゃってるからそうなっちゃったかな。うん、いや、だってそれがいいのかもしれない。だってそうやんなきゃ入んないんだもん。いや、あの、ほんとこれ、皆さんこれ家に持って帰ってて。いや、俺パターンの練習一切しない。だから入んないんだって。そんなことない、全く練習しなくたってお前去年6バーでいきなり出たやん。まあ、だからいやいや、ね、そんなこと言っといてさ、だから 1.5 メーターのバディトライショートするんだから。あれはね、あのやっぱそれはあるのよ、感性が合わない時があるわけよ。でも入り出したら入るでしょ。ね、だからっていうことでいいけど、もう林さんの質問だよ。だから林さんの質問から30分ぐらい話してるぞ。いや、パター議論になっちゃったけど、だからこのあの器具はあの人によってでいいんじゃないですか。あのだからダメじゃないけど、人によっていろんな練習方法があるで、うん、っていうことにしとこうね、うん、僕も例えばあれで、あ、自分の動きは実はこうなんだとか、うん、チェック、俺の動きはイメージ通りで合ってたっていうのが分かったね、これで。じゃあそれですか。これ以上ぶっ込む必要ない。ない、もういい。もういい。もうだってお前これ何分回してるの、1時間、まあもう1時間動画になっちゃうじゃないかよ。はい、じゃあ続きまして。はい。これね、二宮一休さん。お、はい。いつも動画楽しみにしてます。はい。いつか競争とラウンドしてみたいです。ゴルフスイングは左手主導、右手主導で気になっているんですが、はいはい。私は右利き、左打ち。はい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 、わかりました。右利き左打ちね、うん、細川さんの逆のタイプだ。細川さん左利き右打ちだから。あ、そうなの、知らなかったでしょ、うん、細川さん左手で打ってるんですよ。
左手、左利きだから左手で打ってる。へー、初めて聞いた。でもプロゴルファーさ、意外と飯左で食う人多いよね。だからさ、昔ゴルフクラブが左少なかったからな。それは知らない。ああ、そういうのあるかもね。右でやった方が道具があるとかいるじゃない、言ってた人いますよ。曲によっては鈴木健さんそうじゃないですか。そうだよね、健さんは左打ちだけど、うん、ゴルフ右でゴルフしてるもんね、うん、ゴルフのクラブねえから右で練習したいって言って。私は右利き左打ち、うん、たまには当たるんですが、うん、飛距離がいまいち出ません、うん、教祖が左手はハンドル、右手はエンジンと言ってましたが、うん、私の場合左サイドの押し込みがどうしてもうまくできません、うん、ってことはちょっと待って、右利きで左打ちしてるってこと、うん、この人左打ちなんですよ。右で押し込むかかって左打ちってこと、ね、そう、そう、うわ、なんかちょっと今日持ってから老眼本当に老眼なんですか、うん、たまには距離が出ません、今日さ左手はハンドル、右手エンジンと言ってましたが、うん、私の場合は左サイドの押し込みがどうしてもうまくできません、うん、右打ちも試しましたが、物心ついた時から左打ちだったので、うん、違和感が払拭できずやめました、うん、右利きのため、うん、引っ張りの力はあるのですが、うん、左利き右打ちの方で私と同じ悩みを抱えている人たちもネット上では何人か見かけました、うんうんうん、なんか良い練習方法などありましたら教えてください。ちなみにドライバーの飛距離240ヤード、うん、ちょっとこのね、羽川さんってことだよね。羽川さん右利き、いや左打ちってことでしょ、うん、左打ちなんだけど右利きだってこと。羽川さんだって飯右で食ってないの、わかんない。だからね、感覚がないから、ちょっと待って、感覚はないですよ僕。そういう僕はだから右利きで右打ちだから、右利きで左打つんでしょ。そう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 、だからちょっと感覚の問題だから、もうこれはもうしんごちゃんに聞かなきゃ分かんない。あ、ちょっとじゃあ皆さん、あれ、いやいや、そのこんなの聞かないけど、うん、聞かないけど、しんごちゃんに聞かないけど、うん、だって多分しんごちゃんは、うん、右でも左でもバランスを整えるために多分両方してる、うん、そうですね。でもこの人は左打ちで、うん、右利きなんで、本来だったら俺らみたいに右利きで、うん、右のスイングだったら右手をエンジンで使えると、うん、ただこの人は右利きなのに左手なんで、うんうん、エンジンがちょっと弱いと、これと同じ 50cc だ。やめてよ。いうことだよね、感覚的には。スーパーカブじゃん。感覚的には多分これがあれだよね。でもケンさんも言ったけど、ケンさんも左で打ったら、うん、はい、すごいね、やっぱりヘッドスピード、うんうん、でも確かにそうですね。でもゴルフは国技じゃないけど、うん、要はバランスのスポーツだから、うん、要は曲げないためのスイングをしてきたわけです、うんうん、でもそれは慣れによって左手がこうエンジン、強いエンジンにパワーアップできるってことだよね。だからこれ思ったんですけど、思った以上左手使っちゃっていいと思うんですよ。使いすぎちゃっていいと思うんです。右手はもう使えちゃうんで、リードしすぎなんですよ。そうそう、俺もそう思った。だからこねくり倒しちゃっていいから、もっと左手にエンジンを乗せ替えてるってことね、うん、もうびっくりするくらい左手で打っちゃっていいと思う。だから逆に言ったら、あれだよね、これから1週間に1遍ぐらい、うん、左手でちょっといろいろやってくれって、いうことね、飯食うのもそうだし、うん、左手でいろいろやってくれって。だってうちのハドミントンもさ、最近はさ、ちょっとゲーム性考えちゃって、うん、右手でやる選手が多いけど、うん、あれ本来左手だからね、うん、僕左手ですよ。あ、お前左手でやってるか。やってますよ。あれ皆さん、飯食うのとか無理だって。いや、俺ダイエットで左やったことあるよ。俺も無理だわ。繊細な動きは無理だって。ちょっとアバウトなことは左手でやってもらえた方がいいって。こうご飯食べるのとか絶対俺やったけど無理でしたもん。慣れが必要。いや、なりるんだ。人間の慣れってすごいんだから。そう、だからグリップもそうでしょ。まあね、こういうグリップだけど、3日だ練習し続けたら慣れるでしょ。まあね。ね、いや、慣れるんだって。うんうん、だから、エンジン乗せ替えてくれっていうことでいいと思うんだよね。ちょっと頑張ってもらいましょう。うん。うん、最初ちょっと慣れないかもしれないですけど。うん、だから、この右手がエンジン、要は逆だよね。右利きの人は右手がエンジンだけど、左利きの、左でスイングしてる人は左手がエンジンなんだから、
そのエンジンを一生懸命使ってくれってことね、うん、だから小暮の 50cc じゃなくてだからやめてよ、なんでその50をアピールするの。7半ぐらいの前の逆に言ったら 50cc でのまま飛びますよっていうことでいいかな、うん、この今多分うまく使えてない状況で240キャリー出てるんだから、うん、飛距離出てるんだから、まあ慣れればね、うん、俺は逆にね、この右脳と左脳の問題もあるから、逆にこういう人の方のはすごいと思うんだよね、うん、僕もそう思う、うまいかもしれない、うん、綺麗だと思いますね、イメージは、うん、ということですね、これで質問の回答もあったかな、うん、ちょっと慣れてもらう、うん、左で聞かす、うんうん、まあそうだよね、もうこれは慣れだと思うんだよな、うん、っていうことでいいよね、うん、いきます、うん、ということで一休さん頑張ってください、はい、どうぞ、これで終わりかな、あ、もう一回やっとこう、これ安藤さんからで、はい、小暮市のスポットの通信で見ましたが、はい、埼玉県人でしたね、はい、埼玉県人なら西武ライオンズの悲劇ですかそうです、西武ライオンズ悲劇、まあ、西武ライオンズ、西武全然西武ですよ、だって清原、秋山、デストラーデの時代ですよ、いやもうその時代は終わったから、あの全盛期の、いや今も、いやいや今は知らないいや僕はあの全盛期もうあれもう大好き、清原選手の右打ち、うん、で千葉ロッテマリーンズに心を奪われているのですかっていや気持ちはすいません、西武かな、でちょっと気になりました、質問させていただきください、はい、あといろんなスポーツを見ると思うんですが、はい、この人ゴルフやればうまくなるって思う人いますか、まあ、ちょっと待って、急にだからそういう準備必要ですよ、その質問は、いや準備いらない、なんかイメージでいいよ、例えば野球選手で、野球選手、野球選手でも何でもいいよ、サッカー選手でも何でもいい、いや錦織圭でしょ、ゴルフはやったらゴルフうまいかな、強烈だと思いますよ、あのリストの強さ、あのね、テニスプレーヤー面も使うし、そうだね、僕面があるスポーツはテニス、だからテニスプレーヤーの選手って、だから僕びっくりするのが、研修生の時になんかね、パッと見飛ばなそうな人がいて、打ったらバーって来て、まあまあ飛んできたんですよ、へえと思って、すいません野球やつなんですかって一応そういう会話になるじゃないですか、僕は野球出身なんで、したら野球じゃないです、え、野球じゃなくてそのリストって何ですかって言ったら、テニスって言われたんです、だからこれテニス意外にすごいなと思ったんです、だから僕テニスプレーヤーの人にゴルフしてもらいたい、やばいと思いますよ、あのリスト、いやだってうちの練習でもテニスやってたからね、そうそう、それそれありますよ、うん、あの面が300ヤード出てくるだろ、左手が火事 で右手がエンジンで、うん、そっから出てくるだから、300ヤードの冒険者見てもらいましょうか、またみんながそのセレクションに僕が出てるっていうだからテニスプレーヤーは、うん、これね、そういう観点で来た、どうぞ、俺はね、ないね、ないでしょ、だからないで逃げる、なんでかっていうと、なんで逃げるのよ、今無理やり考えて言ったのに、僕はいや、これゴルフってさ、あの要は運動能力だけじゃないじゃん、うん、それがいい、いくら運動神経がさすごい人がいたってさ、うん、ゴルフが上手くなるならない、なんでゴルフになるとその動きになるのっていう人いますよね、うん、だからゴルフって運動神経もある程度必要だけども、動いてるボールじゃないじゃん、うん、野球とかさ、テニスとかってやっぱ運動神経いるわけよ、うん、相手がどういうあのラケットの角度をだから次こっち来るって判断しながら動かしていかなきゃいけないわけ、うん、でもゴルフって自分が好きなポジションにできるから、うん、運動神経って基本いらないのよ、うん、まあ動きの中には運動神経いるけども、そう考えるとスポーツ選手じゃなくても上手くなるセンスの人いっぱいいるのかな。じゃあ待って、じゃあ例えば無理やりぶっこんじゃったよ。無理やり、うん、スポーツ選手じゃない方がいいかな、うん、でゴルフがさ、芸能人って上手いって言ったらさ、歌手とかアーティストとか、あーアーティストね、歌手ね、アーティストの人とかゴルフ好きな人いるじゃん、間違いない、だから昔さ、うん、東西対抗とかやってた時さ、やっぱ歌手の人来てたじゃん、うん、河村隆一さんとかさ、うん、だからああいう人たちはセンスあるんじゃない、イメージ出るのかな、
イメージ、あとリズム。もうそれは絶対やっぱリズムね。もうゴルフはリズム感なかったらダメよね。リズム&ブルースってやつ。ここでなんか歌あんまりリズム感ないもん、ね、うまいよね。歌のことはやめとか言ってんねんさ。歌のことはやめなく気にしてるところなんだよ。だから歌手とか なんだろう、こう自分でこうギター弾くとかさ、そういう人たちってアーティストっていうのかな、うん、はゴルフうまい気がする。僕もそれは同感だ。違う観点だけどね、スポーツ選手じゃないんだけど、リズムが狂わない、うん、リズムが狂わないっていうのは大事なことだからね、うん、っていうことにしといてください。いきなりぶっ込む質問だから、ちょっと準備必要だよ。まあいいや、とりあえずこんな感じかな、今日は。もうちょっとパターでね、激論交わしちゃったから、うん、初めてですよね、パターはね。パターで真面目に話したことないし、だって人のこと聞かないじゃん、大体。誰？宮下さんですよ。もっとこうやった方が入りますよ。それ聞かないじゃん。聞かない聞かない。だから自分の持論があるんだ。もうまっすぐまっすぐっていうこの持論があるんだ。こうパフックグリーンだからいいサイドで弾いてとかそういうの一切ない。小細工しないですよ。もうだからこのどっかにもコメントあったよ。こうレーザーやってる時、うん、今日そのサングラスからは僕らには見えないレーザーが出てるんでしょ。その通りレーザー見えてるカップ。もうさ、人にはない、ま、どこに行くかは。どこにがまっすぐ向いてるかわからない。わかんないよね。だからなんで普段のさ、そしたらショットはまっすぐとかさ、平行をやらないでパターだけやるの。まっすぐ、いや、だからショットとかは円運動だから、回転運動だから、パターは平行運動だから。パターで何で円運動は、だからピンタイプとかそういうのはわかる。あと L 字ね、 L 字とかね。でもパターはこっからここぐらいまでしか動かさないのに、なんでこんな円運動しなきゃいけないの。すいません、パターの話に戻るとこうなっちゃうからやめようか。これ、まあ、ちょっと、いや、もう、いや、そこはね、俺の、まあね、持論じゃないけど、うん、そうでしょ、運動から言ったら、うん、運動させる必要ないんだよ。僕も、だからどちらかと言ったら、宮下さんの言う通り、実は、まっすぐまっすぐのをやろうとしてますけど、ああ、だったです。ああ、だった。意外にまっすぐまっすぐじゃなかったです。多いだったです。だから俺がびっくりした、うん、まあ、たまたまレーザーで、ね、見えたから、うん、動きが。で、僕のじゃあ持論を最後にこそっと言うと、いや、言わなくていい。なんでなんでいや、言って。ちょっとね、ちょっとこするイメージの方がパター引っかかんないです。宮下さんみたいにまっすぐまっすぐしすぎると乗っちゃうっていうのは。こするっていうのはどっち回転のこする？え、ホロー、スライス回転のこする。スライス回転のこすりね、うん、あ、それだったらどちらかといったら、フックラインで擦ると、フックラインが入んなかったときに意外にチューっていっちゃって、お前はそんなこと考えるんだ。チューっていっちゃうと考えるんだ。フックラインで回転が増えると、あの開始が、ね、1メーターちょいのね、下りのスライスとか上りのスライスでもフックラインがいっちゃった時の開始が嫌なんですよ、実は。そういうことお前も考えるんだ、一応。当たり前じゃないですか、もう。もう無投機に入れてるだけかと思ってた。いや、だからやっぱ返しも考えて無投機に入れるんです。まあ、パターはね、人それぞれあるから、まあ感覚だからね。でもパターが、うん、俺が一番思うのは、うん、パターがプロとアマチュアの差が一番ないものだと思ってるから。あ、知ってるじゃないですか。何で知ってるんですか。いや、そうじゃん。だって球浮かさなくていいんだろ。だからさ、でもダフることあるんだよ。ダフらない。ダブルことあるって。いや、ダブルって、さっきのこの振り子のやつでやって、この軸がこうやってやったときに、はい、こうやって折れちゃったら、ここ折っちゃうの。あくまでこういう、こう振り子だと。もうだからさ、そこもうやめて、もうこれ長くなる。もう、一日中話しちゃうよ、俺。もう止めて。じゃあ、ありがとうございました。